こんばんは、サンゴです。今回はメインストーリー進めていきたいと思います。ということで、第3章第1幕やっていきます。おー、スメール編始まります。あ、コレだ。コレちゃんだ。どうした？あ、ティナリだ。ティナリさんってこんな感じなんだ。薬草スープを作り直してあげる。ティナリさん優しい。いいな、こんな優しい師匠欲しいわ。いいよな、スメールのさ、町ってめっちゃいいよね。自然豊か。なんかスメールって絶対空気きれいだよね。空気めっちゃ美味しそうじゃない？送信でした。草神じゃなかった。マハルカデバータフラクサナリデビ二人いんの？アンバー知ってんの？あ、そうじゃん。プーカ祭でこれアンバーと仲良くしてたの。すんごい慕われてんな、アンバー。私に触んだ。え、どうしたこれ？なんかあれかね、訳ありな感じ？病気になった。これ病気になったの？もう持病持ちか。これ持病持ってるんか。どこ行った？ティナリどこ行った？動けなくなるの？これ？その疾患で治るの？マリン病を感知させる方法はまだない。そうなんだ。人に触れられて恐怖を感じるほどのトラウマを植え付けさせられたってこと？カデュイに？やば。コレイさん。カデュイマジ最悪じゃん。ティナリを手伝い、地域を修復する。はい。壊したりすんの？なんだろう、ちょっとよくわかんない。あ、これ？草の種を集め、銃撃また狙い撃ちで、地域のなんとかをかんとかかんとかする。どういうこと？あ、いけた？あ、いけた！で、ここで銃撃して。オッケー、ナイス。地域の主要を破壊して。はい、これか。おー、すげえ。マジでさ、景色綺麗よな、スメール。ちょ、なんかマイナスイオンをすごい感じるよね。うえーい！あー！うわ、なんだ？え、なに？気持ち悪い！気持ち悪い、今の。なんか稲妻っぽいな。おーい！やだ、これ！なんかすごい酔うんだけど。おー。スメールだ今度は。あー届かない。意外に難しい。ちょっとなんで、え、なんで登ってくんないのそこ。くっそくっそ、やだもう。あー、ちょっと待って、いやむず。おっしゃ、やっと着いた。わあ、なんだ。うわ、なんか私、鳥になった。ナスがまま？なんかワープみたいな機能か？すごいな、なんかずっと綺麗な景色が続くんだけど。起動。おー、開いた。すごい、なんか面白い。いろんななんかさ、おわい！いろんななんか装置みたいなのがあるな。わかった。これ、絵合わせじゃない。ほら。なんかめちゃめちゃ謎解きしてる。あ、そういうことか。知恵の神だからか。なるほど。だから知恵を使う系が多いんだ。あ、アビスの使徒だ。こんなとこにいる。うわ、戦うの？ここで？突然だな。強くなったこの神里綾香パーティーに勝てるかな、君は。なんだって、こっちはダメージ1万出るようになったぞ。今日なんかめっちゃ喋るね、君。夢見ないの？大人たちは見られないようですわ。そうなんだ。なるほど。夢を見ないのか。まあ、嫌な夢を見なくて済むっていうのはいいかもしれんけど、逆にいい夢を見る場合もあるから、そう考えると夢見れないっていうのは、まあ、どっちもどっちって感じか。私でも結構夢見るの好きだから、私はスメール人にはなれないな。お疲れ様です。ほら、元気になった？良くなったよ。よかったよかったよかった。バイバイ、ティナリー。ティナリマジいいやつだな。ティナリみたいな師匠が欲しいわ、私も。コレイ、体を大事にしてね。じゃあな、コレイ。また、元気でな。ちょっと写真だけ撮らせてもらっていいか？申し訳ない。じゃあ、達者で、スメールシティ到着。すごい、なんかあれで、スメールシティってめっちゃうねうねしてるよね。クラクサナリデビは、みんなから信仰されてないのか。うわ、ディシアだ。ディシアってスメールの人なんだ。ハイモンめっちゃびっくりしてる。ボディーガード。へぇー。ディシアさんボディーガードだったんだ。で、後ろで回ってるやつ美味しそう。ディシアって最近出てきたキャラじゃないのかな？みんなはメインストーリーでディシア知ってたけど、今までキャラとしては使えてなかったってこと？あれじゃん。ニローちゃんだ。ニローちゃんもスメールなんだ。ニローちゃんの服装的にはめっちゃスメールっぽいけど。今出てるガチャってあれなんだね。スメールなんだみんな。家臣の舞だってめっちゃ良さそう。あれだわ、神里綾香思い出すな。オルモスコーだって、オルモスコーに行けって言われた。これは、
未知の世界だ、こっから。じゃあまずここを目指していきますか。私今回のガチャのお試しをね、一応やったんだけど、ニロちゃんがめっちゃ私的には好きだった。まあなんかちょっと一瞬欲しいなーって、ちょっと引こうかなと思ったけど、でもなんかニロちゃんを使いこなせる自信がないなと思ってやめました。あとあのもう一人のさ、ナヒーダちゃん、ナヒーダちゃんが調べたらライデン様と相性良さげで、ナヒーダちゃんもちょっと欲しいなって一瞬思ったけど、でも私ナヒーダちゃんを使いこなせる自信がやっぱりなくて聞きませんでした。しかもさ、草元素の人で強いやつが私は今んとこいなくて、アルハイゼンが若干レベル高いけど実際の戦闘で役立つほど高くないから、対水アビス用にも草元素で戦闘に使えるやつが欲しいんだけど、なんだこれは。あ、これあれだ、リユエとかによくいるやつじゃない、鳥の進化系みたいな感じ。拡散拡散、イエラン凍結、神里彩香、ウルト、神里流アビリティー、イエラン、ウルト、神里彩香、攻撃、銃撃、よし、あった、視点人像、おーい、開けました。ここか、オルモスコ。あ、あれじゃない、なんかさ、ちょっと知ってる人いるかわかんないけど、ロード・オブ・ザ・リングっていう映画を思い出させれば。おー、いいね、いいね。どうしよう、ここ駆け抜けたいけど、あ、いけた。いいな、なんか秘密基地みたいな場所だな。50モラ渡す、50万モラ渡す。50万モラも私持ってないよ、50モラで。すいません。待て、君たちはこの人に騙されて。アルハイゼンだ、来た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 。アルハイゼンって教練員の人なんだ。わあ、そう、アルハイゼンがスメールっていうことだけは知っていた。わあ、やっぱかっこいいな顔。そして声もかっこいい。彼女たちの50万を返せ。え、返してくれんの？ありがとう、アルハイゼン。50万は超貴重なの。この角度のアルハイゼンめっちゃかっこいい。なんか思ってたよ、アルハイゼンかっこいいな。アルハイゼン待ってー。アルハイゼンのこっちからの、左からの角度がめっちゃ好きだわ。右肩は上着かけないタイプの人なんだよね。缶詰知識。知識を保存しておけるってすごいな。やばい、なんか問題来た。信頼度を上げないといけないの？それは残念だね。早速間違えた。アルハイゼンからもらったメモ。難しい。適当にやってみよう。食べると熱中症になるようなものにする。間違えたー。うえー。スメルシティ。失敗した。下、上、下。やった。クリア。あ、ドリーじゃん。ドリーもね、あの、今回のガチャのお試しやったから分かります。ドリーもスメール。まあ確かに服装がめっちゃスメールだもんな。お疲れ、お疲れですわ。ドリーって喋り方めっちゃ独特だよね。みんなさ、缶詰知識もらえるとしたらどんな缶詰知識がいい？私は、なんだろうな、缶詰知識。YouTube で再生回数を取る缶詰知識とか欲しいかも。賢くなった3号が。この状態戦うと何？私強くなってんの？今んとこ何も変わってる感じしないけどな。あれでも待って。もしかして攻撃力上がった？もしかして 0.073% ってほぼゼロじゃん。お前らを魚の餌にしてやる。あいつら突っ込んでくるぞ。アルハイゼン使えないのかい。アルハイゼン使えるのかなと思ったら使えないのかい。おい、そんなもんか。ボスが来てくれた。ボス？人間じゃない声してるぞ。なんかヤバそうだよボス。あ、ボスが暴れてる。アルハイゼン、アルハイゼンかっこいい。やば、アルハイゼンかっこいい。アルハイゼン退術もできるの？公務を妨害するな、アルハイゼン書記官。書記官、まさかただ救助しているだけだ。連れて行け。かっこいい、アルハイゼンめっちゃスマート。アルハイゼンとお別れなの？やだ、もうちょっと一緒にいようよ。もうちょっとなんか、戦ってるとこ見せてよ。アルハイゼン。わー、第一幕終わったー。もうほぼアルハイゼンの回だったな。まあなんかでもとりあえず私はおそらく神の知識缶詰を入手すれば、創神に会えると。そういうことですね。スメールはなんか知識の神っていうのだけあって、話がちょっと難しいかも。マジ一番知識の缶詰を必要としている3号からしたらさ、スメールの話はちょっと難しいかもしれん。あ、ね、さあ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 、もらったさ、このピタの、
ピザのレシピ覚えよう。ピザ作れる私。あ、ピザ作れないぞ。トマトと牛乳か。はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。それではまた次回の動画で。さよならー。